さあこちら静岡ホビーショー2012の、ラジコンとかのブースですね。こちらヘリコプターです。これはラジコンですね。プロップとかの会社かな、いろんなのやってますけれども、こちらもラジコンヘリですね。最近のラジコンヘリは、すごいことになってるんですが、飛行機ですね。飛行機はいつも思うんですが、どこで飛ばせばいいんでしょうか。こちらは、なんだ、フィギュアとか飾る家具ですね。これは今のはバギーとかラジコンのボディですね。これラジコンのヘリですね。この辺はもう一般的ですね。この辺の比較的小さいラジコンは、これは iPhone とかで操作できるラジコンヘリですね。でこちらはエンジンのラジコンですね。ラジコンの車ですね。でこういうのも昔からありますね。これなんていうやつだっけ。これはラジコン飛行機とかのエンジンですね。カット模型があります。これはパソコンでシミュレートするラジコンヘリですね。ちゃんと操作はこのプロポを使います。ラジコン飛行機ですね。というわけでラジコンコーナーでした。